はい、ということで皆さんこんばんは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでもわかる通り、明日行われます J1 第3節のサンフレッチェ広島対サガン鳥栖の試合について、試合前プレビューをやっていきたいと思います。昨日というところにですね、試合前生配信のコラボといたしまして、サガン鳥栖サッポーのまなみさんと、生放送の方でですね、ライブ放送の方で、やらせてはいただいたんですけれども、まあちょっとね、その同時期に見ることができなかったり、結構1時間ちょっとやらせてもらったので、全部見ることができない人のためにも、まあこの10分ぐらいの動画で、明日のプレビュー動画というところを撮って、皆さんにご紹介できればいいのかなと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。昨日の生放送全部見てくださった方はちょっとね、内容被るところかなり多いのかなと思いますが、そこはね、ちょっと動画とライブの難しさというところで、把握していただけたらなと思いますので、ご覧ください。このショータイムがですね、いいと思いましたら、ぜひぜひチャンネル登録、して応援していただけると嬉しいです。そんな感じで、早速紹介していきたいと思います。はい、というところですね、早速、明日行われます J1 第3節ですね、サンフレッチェ広島対サガン鳥栖の、試合前プレビューやっていきたいと思います。まずは予想スタメンだったりっていうところの前に、過去の対戦成績というところをちょっと紹介していきたいと思います。広島というところは、サガン鳥栖に対してかなり、対戦相性のいい相手というところは言っておりますが、ちょっと遡っていきますね。昨年というところ、2試合行われて、サンフレッチェ広島が1対0と2対0という勝っていまして、それ以降、その前が2対2、0対0、1対0、1対1、0対0という形で、かなりね、サガン鳥栖が勝てていない状況が続いておりまして、サガン鳥栖が勝った試合というところが2019年の5月17日ですね。ここで1対0でサガン鳥栖が勝利している。その以降を遡ると2017年になってくるというね、サガン鳥栖はここの2勝しかできていないという中で、なかなか、広島に対して相性の悪さを、見せているのかなと思っております。またですね、広島のホームで戦うということとなると、この19年17年の、わずか2回にとどまっているということで、サガン鳥栖としてはこの難しい環境の中で、新スタジアムに乗り込むという形になっております。まあ逆にね、このエニオスタジアムでいい思い出がなかっただけに、新たに、今年明日行われますピースイング広島では、サガン鳥栖としては勝ちたいというところがね、かなり思いとして強いのかなと思います。また、サガン鳥栖はね、前節コンサドーレ札幌に対して4対0で、勝利している中で、今回アウェーに乗り込んでくるという、非常に調子のいい形で、この広島戦に臨んでくるんではないのかなと思いますので、ちょっとこの試合どうなるのか見ていけたらなと思っております。また、対する広島というところですね、前節というところ1対1の引き分けに終わりましたが、先ほど言ったようにこのサガン鳥栖に対してはかなり相性の良さを見せております。直近2試合というところは、連勝していますし、それ以降先ほど言った通りですね、2019年まで遡らないと、このサガン鳥栖には負けていないという状況の中で、このサガン鳥栖との対戦では、塩谷選手のミドルシュートであったり、佐藤久人選手のボレーシュートであったり、まあこれはね、広島のホームではなかったんですが、かなりサガン鳥栖相手にスーパーゴールも、決めているような印象がありますので、ぜひね、明日、新スタジアムの中で、塩谷選手やら、他のストライカーの選手やらですね、ぜひぜひゴールを量産してほしいなという思いになっております。そんな中でですね、まずは広島の方から早速スタメンの方を、予想スタメンの方をですね、紹介できたらなと思います。こちらです。はい、というところで、こんな形になりました。まあ、正直ですね、広島のところは喋ることはあんまり、ない予想スタメンになっております。開幕戦、そして第2節の FC 東京戦同様の予想スタメンにさせていただいております。ゴールキーパー、背番号1番の大迫選手、3バックが塩谷選手、荒木選手、佐々木選手、右に中野選手、左に東選手、ボランチに満田選手と川村選手、シャドウの位置に加藤選手と大橋選手、センターフォワードにピエロス・ソテリュー選手というイレブンになっております。まあ、個人的にはですね、この東選手、もちろんいいプレーはしているんですが、七選手であったり柏選手というところもこけら落としで、かなりいいプレーを見せていましたので、見たいというところもありますし、長らく、怪我で離脱していたマルコス・ジュニオール選手というところが今週からですね、全体練習に合流して、まあ、マルコス選手としても、このメンバー入りに、本気で臨んでいるという記事も見ましたので、
まあ、スタメンは、ないにしろ途中出場ということでベンチからの、スタートというのも大いにあり得るんではないのかなと個人的に予想しております。またですね、前節ベンチ違いとなった、ドーグラス・ビエラ選手というところが、まあ、今節でベンチ復帰になるのか、まあ、はたまた前節それで入れ替わった井上選手がそのまま継続してベンチに入ってくるのかっていうのも、個人的には、楽しみな部分になってくると思いますので、まあ、ひとまずこの11人をベースにサガン鳥栖戦臨んでくるのかなと思います。また前節ちょっと波紋を呼んだというか、ちょっとねネット上でざわついた選手交代の部分、前節は選手交代誰一人もせず90分戦ったという中で、まあ、今節は選手交代が鍵を握ってくる部分が大いにあると思いますので、この途中交代またベンチメンバーというところも注目してこの試合見ていけたらなと思います。はい、ということで対するサガン鳥栖のイレブンとなっております。まあ、昨日やりましたね、試合前生放送というところでまなみさんから、ご紹介はありましたけれども、まあ、開幕戦新潟に負けてから、前節、今季初勝利を目指すという中で、ホームにコンサドーレ北海道コンサドーレ札幌を迎え、見事4対0で勝利したということを考えると、まあ、前節からのメンバー変更はあまり考えにくいという状況で、この442、の布陣を予想しております。キーパーがパクイルグ選手、右に原田選手、山崎選手、キムテヘヨン選手、丸橋選手、まあ、この丸橋選手もですね、新加入ながら早くもフィットしている様子に見えますし、経験値も高い選手ですので、ここは中野選手とのマッチアップ非常に楽しみになってくる部分です。2ボランチに福田選手と川原選手、まあ、ここは定番ですね。右に堀米選手、左に長沼選手、まあ、堀米選手も、素晴らしいプレイヤーですし、なんといっても左、この丸橋選手と相方を組むのは広島にも思い入れのある長沼選手、今季88番に背番号を変えて挑む今シーズンということで、情報によりますと昨シーズンですね、4年ぶりに豊田洋平選手以来となる2桁得点を挙げたこの長沼選手ということで、まあ、非常にね、得点というところの嗅覚も高いですし、ドリブルであったりパスというところでもチャンスメイクができるこの長沼選手でもありますので、まあ、ここは、サガン鳥栖の一人のキープレイヤーとして、この長沼選手にも要注目、そして警戒していきたい選手になっております。ツートップですね、どちらも新加入選手となります。山形から加入したビニシウス・アレウジョ選手、横浜 FC から加入したマルセロ・ヒアン選手、このツートップ強力ツートップとなっております。ここが、ね、非常に注目のポイントになってくると思いますし、第1節第2節と、広島は、ね、FC 東京浦和レッズとワントップの相手を対策してきましたので、まあ、この2トップとなった中で、広島がこの3枚の中でどう対応していくのかっていうのもかなり、気になるポイントになってきますし、どちらもですね、前節点を取っていることを考えると、好調が続いている、この2トップなのかなと思いますので、まあ、長沼選手、堀米選手含めて非常にクロスの上手い選手ですし、中のね、ターゲットがいるということで、ここは、前線陣要警戒したいポイントになってくると思いました。まあ、他にもですね、途中交代からいろんな選手が入ってきたり、サガン鳥栖バリエーションとしてはかなり豊富なベンチメンバーも取り揃えておりますので、まあ、ここは注目して見ていけたらなと思いますので、以上サガン鳥栖の、予想スタメンとなりました。はい、ということでですね、以上予想スタメン、サンフレッチェ広島とサガン鳥栖の予想スタメンの方を見させていただきました。まあ、サガン鳥栖のサポーター、そして広島サポーター含めて、ここの部分が、この選手先発なんじゃないか。またですね、途中交代からのこの選手も注目してほしいなどもあれば、ぜひコメント欄に書いていただけたらなと思います。いやー、まあ、個人的には、この開幕戦完勝しただけに、ちょっと期待を持ったね、FC 東京戦ではありましたが、まあ、なんとか、勝ち位をもぎ取ってアウェーでですね、この鬼門の FC 東京、味の素スタジアムを突破というか、まあ、勝ち位置を持って帰ってこれた、広島の中で、こけら落とし、浦和レッズ戦に次ぐ、この、今季2節目の、サガン鳥栖戦ということで、ホームで行える形となっております。まあ、今月というところは早くも、ピースイング広島、チケット完売となっておりますので、またね、明日も、満員のスタジアムで広島、そしてサガン鳥栖の選手たちが、バチバチと戦うことになると思います。個人的には、広島のね、注目選手として、昨日の方でも言いましたが、加藤睦希選手を挙げさせていただきました。ですね、開幕戦、そして前節としっかりと点は取れているものの、まだ、未だ大橋選手しか点を取れていないということで、ここはですね、途中交代のエゼキエル選手であったり、まあ、先発の先ほど言った加藤選手、ピエロ選手、
まあ、途中交代となるであろう、ドーグラス選手だったり、マクロコス選手だったり、非常に、まあ、攻撃陣、得点を取れる選手っていうのはたくさんいますが、まあ、なかなか、複数得点というところにも繋がってきてない展開が、昨シーズン末から行われておりますので、まあ、ここはね、なんとしても、大橋選手にも取ってほしいですし、まあ、その他の選手、加藤選手含めた、まあ、ストライカー陣の奮起というところも期待して見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今回は明日行われます J1 第3節サンフレッチェ広島対サガン鳥栖の試合について、過去の対戦成績、そして予想スタメンサンフレッチェ広島とサガン鳥栖の予想スタメンの方を紹介させていただきました。まあ、この動画は、かなり短い動画になっていますが、長尺でね見たい方は昨日行われましたライブ放送というところを見ていただけたら、1時間近くですね、審査の情報であったり、まあ、サガン鳥栖の情報も昨日はね、かなり喋りましたけれども、そちら1時間ぐらいの、ライブ配信を行いましたので、そちらもぜひ見ていただけたらなと思います。ということですね、今日もご視聴いただきました。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあ、明日もですね、非常に、天気がいいのか悪いのか、ちょっと広島の方はわかりませんけれども、まあ、寒いに、ことはちょっとね間違いないのかなと思いますので、まあ、防寒を、しっかりしながら、まあ、サガン鳥栖そして広島のサポーター初めて行かれる方も多いのかなと思いますので、探りであったり、まあ、広島市内含めて楽しんでいただけたらなと思います。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、ボーイ。明日ですね、同時配信行いたいと思いますので皆さんお越しください。